3日後の今月18日は父の日ですけれども、はい、上片平さんは息子さんがいらっしゃいますが、やはりこの時期は少しそわそわしますか？そうですね、父にあげる立場でもあってもらう立場でもあるので、両方の立場なので、ある意味二重にそわそわそうですよね、こちらご覧いただきたいんですけれども、父の日に特化したメディアサイト父の日 .jp が行ったアンケート調査の結果です。はい、父の日ギフトを選ぶ時の悩みはという質問なんですけれども、一番多かったのが気に入ってもらえるのかわからない。なるほど。続いて特に悩まない、そして贈りたいものが思いつかない、はい、さらには毎年同じものになってしまうと回答した人が多くいました。まだ考え中、決めていないよという方は必見です。今年のトレンドを取材してきました。街の皆さんは父の日の準備、順調に進んでいますか？いや、まだしてないです。これあげようかなみたいなのは考えてるんですけど、旦那のお父さんには行くよね、うん、これ。旦那さんには、旦那さんにはちょっと、まあ、これからの行い次第ということであと3日間ありますんでそんな皆さんに今選ばれている贈り物を紹介します。鹿児島市のマリアガーデンズ2階にあるハサミバイヤク、長崎県のハサミ焼きを中心にデザイン性に優れた見た目も楽しい焼き物が並びます。デザインを重視しつつ、またよりこう深く味わえる焼酎、コーヒー、そういったものを美味しく飲めるようなカップ等がよく選ばれております。一番人気は焼酎を飲むためのわびカップ、値段は1320円から1870円、金箔や銀箔が施されたものが1650円から3630円。底を丸くくぼませることで対流ができ、焼酎のまろやかさや香りが増すそうです。ワンランク上の焼酎タイムを過ごせそうです。そしてこちらはコーヒードリッパー。父の日の近年の傾向としては、見て元気になれるようなカラーバリエーションが多いアイテムが人気なんだそうです。こちらはプラスチックでできたドリッパーです。屋外に行く機会も増えてきたと思いますが、アウトドア付きのお父さんへの贈り物に今人気だということです。続いてやってきたのは3階のロフト。父の日ギフトの定番商品は扇子やジンベエなど、しかし近年のブームを受けて需要が高まっているのが、今年のトレンドがサウナグッズです。こちらはサウナハット。このように色も豊富で可愛らしいですよね。さらにサウナマットとリンクコーデを楽しむことができます。お父さんのサウナ時間がさらに楽しくなりそうです。日々の仕事で疲れたお父さんにサウナで快適な時間を過ごしてほしいと今年人気アイテムに。屋外では派手な色を身につけるのが苦手なお父さんも、サウナの中だと気にせず使用できそうです。鹿児島ロフトではおよそ20種類のサウナグッズを集めたコーナーを展開していますが、これだけ大きく売り場で展開するのは初めてだということです。マリアガーデンズによると、今年の父の日ギフトの単価は3000円前後で、近年の物価上昇の影響はあまりないと見ていて、ギフトを買い求める人は父の日の前後1週間が多いということです。皆さんは感謝の気持ちをどのように伝えますか？はい、おしゃれなものがたくさんあるなという印象なんですが、やはり感謝の気持ちが何よりも嬉しいと思いますね、うん、そうですよね、はい、そんな中なんですけれども、お父さんへのプレゼントも近年このカラフルな映えるものが人気が出ているということです、はい、そうですね、皆さんは何をプレゼントするのでしょうか、うん。